エタムの時間がやってまいりました。本日397回目の今日の振り返りです。Attitude。さあ皆さん、意味はどうでしょう。ということですが、皆さん、態度という意味はご存知かと思います。で、態度は確かに重要なんですが、もう一つ言えてほしいんですね。まあ、多義語というふうに言ってもいいかなという感じがいたします。で、態度から実はもう一つにつなげるには、この二つの側面をですね、意識すると、つなぎやすいんじゃないかなというところでやってみたいと思います。もちろん、態度。まあ、例えばですね、私たち SLC のところにいらっしゃる生徒さん。その生徒さんの態度はどうですか?と言われたら、もちろん、授業に参加しておりますので、こういう感じで、前のめり、前のめりですね。ですので、前のめりにしっかり、こう、聞こう、みたいな、そういう態度を見受けることができます。で、その態度、まあ、外面ですね。その外側に現れるということは、内面、心の中が、しっかり、自分のものにしなきゃ、みたいな感じで、内面ですね。心がしっかりしているというところにつながるかと思います。ですから言い方を変えると、まあ、どうでもいいや、という内面であれば、やっぱりこういう感じで、態度に現れてしまう。そういうのも、一つ人間の側面かなって感じがいたします。ですから、態度、外側というのは、心の中につながっておりますので、こういう風な視点もですね、ちょっと持っておいていただけるといいかと思います。そうです。心構えという意味がちゃんとあるんですね。もちろん気持ちという風に考えていただいてもいいかと思います。ですから、アティテュードと言われたら、態度ともう一つ、心構えですね。これを押さえていただけると嬉しいかと思います。そして、態度、心構え、アティテュード。それは皆さん、実は、こちら右側でございます。アプティテュードという単語にも実は繋がるんですね。で、もちろん、態度、心構え。つまり、授業に参加していると、しっかりとした、きっとした、なんでしょうね、状況においては、それなりの、その間に適切なんですね。態度で授業を受けることができると。だから言い方があると、しっかりしなくちゃいけないって時に、こういう感じでダラッとはしないんですね。ですから言い方を変えると、きちっとしなければいけない場面では、そういう態度を取ることができる。それは、あくまでも、こういうものがしっかり備わっているんですよね。素質でございます。ですから、素質があるからこそ、才能があるからこそ、きちっとしたところではきちっとした態度で臨めるということも、事実かと思います。ですので、そういう感じで、アティテュード、態度、心構え。これを、アプティテュード、素質というところにつなげていただけると嬉しいかと思います。いけますかね。で、ちなみに、アティテュードですが、こちら、公式問題集、ピンクの4、テスト1のパート4、回答冊子39ページにも掲載されておりますので、参考になさってください。そして我々です。皆様の TOEIC のスコアアップ、こちらにつながるようですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。